最後の大門が長文で一番難しめなんですけど、圧倒的に世界史選択者が有利、まあ、よく出てくるんですよ。スティーブン・ピンカーって言語学者ですごい有名なね、ハーバード大学の人なんですけど、だから今の子たちが解くとこの当時よりも簡単って感じる人が多いと思いますね。でこの3級することによって、3級でーす。では始まりました、むちゃチャンネル。さあ今回はですね、ビーヤマが解いた早稲田教育2009年の問題を公表していこうと思いますね。前回ね、高田風民バージョンやりましたね。2014年のね問題やったんですけど、まああの二人5歳も離れてるんですねそんな早稲田の教育はどうだったのかっていうのをね見ていきたいと思います。まあ早稲田の教育っていうのは一応ね、早稲田の中では一番英語が簡単です。昔はどうなったのか、微妙なところではあるんですけど、まあ一番簡単な年もあったっていう感じだと思いますね。じゃあこの年はどうだったのかっていうわけなんですが、微妙だな。今年と比べるとどっちが難しいかな。まあ、どっちも優しめだけど、やっぱりところどころ引っ掛ける問題がちゃんと用意されてるって感じかな。大問が5つあって、1つが会話問題で、あとがちょっと短めの長文っていう感じです。で、今回さ、会話問題で1個、はぁ、解けねえじゃん、これってさ、思ったらさ、都市の回答見たらどっちでも OK って書いてあった。なんだよ、それ、みたいなね。問題不成立のやつありました。で、あとは一つ言えることは、最後の大問が長文で一番難しめなんですけど、圧倒的に世界史選択者が有利なんで、ビーヤマさん、世界史選択でした。はい、おめでとうございます。多分ね、日本史でもしこの事実を知らなかったら、確かに読むのに時間かかっちゃうと思いますね。なんだこれってなっちゃうと思うんですが、世界史だった。パナマ運河の話は絶対知ってたはずなんで、いけたと思います。あのね、選択するものもあるんですよ、パナマ運河を。これで、世界史選択者だったら、スエズ運河は絶対選ばないわけなんですよ。だからセオドア・ローズベルトとかさ、もう、分かりきってる内容なんですよ。だちょっと、背景知識、世界史に有利だなって思いました。で、その他の問題も、結構やっぱね、有利、世界史に。じゃあまあ、見ていきましょうか。まず最初の問題ですね。そう、スティーブン・ピンカーのね。まあ、よく出てくるんですよ、スティーブン・ピンカーって。言語学者ですごい有名なね、ハーバード大学の人なんですけど、チョムスキーのお弟子さんですけど、まあ、よく出てて、で、これ私、ま、言語学なので、超簡単なんですけど、専門知識で、まあ、非常によくあるパターンで。最初が、ま、このスピーシーズのね、発音問題でした。はい。そうね。スピーシーズと同じスピーチ簡単でしょ。で、まあ、全体的に日本語が多いんですよ。当時の教育なんで、そう、全部がこう日本語っていう大問があったりするんで、まあ、今も日本語は出てくるんですけど、割合は減ってます、この頃の教育よりも。で、筆者が霊障しようとしてるのはっていうの、そうそうそう、環境と生徳的なものとかっていうのはもうめちゃくちゃよくあるわけ。 Nature vs. Nurture とかっていうのは超よく出てくるトピックだし、あー、この Exclusively の言い換えにならないやつとかね、早稲田教育がね好きでしたね、こういうのね。 Extensively だけ明らかに違うじゃんと同じじゃんとかね。5に入るやつ簡単でしょ。次の、あー、2つのもの、 The others が指してるものは何かとかね、これもできなきゃダメです、絶対。アナトミーの言い換え、ストラクチャーもできなきゃダメ。指しているものはな、イットが指しているものですね。できなきゃダメですね。Q に入るのはセルダム。これもちゃんと回答根拠あります。できなきゃダメです。合致しないものはどれか。これも、あ、まあ、ちょっと考える人がいると思いますが、取れなきゃダメなんで、ちょっと難しいっていう風になってたけど、まあ、言語についての英文とか読んでる人からすると、すごい簡単かな。今の時代の人たちからすると、まあ、こういう英文って何度も何度も出題されてるんで、出会ったことが多いと思うんですよね。だから今の子たちが解くと、この当時よりも簡単って感じる人が多いと思いますね。当時ではね、難に難しいになってましたけど、全問正解はちょっと難しいけど、でもできるかなって思いますね。次がね、あの版画の技師さんたちね、その人たちがこうアートとしてね認められなかったっていうね。まあ今思うと確かにプリントするだけだからってことか。でも今写真家たちだってね、芸術って認められてるんですけどね、なんか面白かったです。ジオグラフィーのアのとね、はい、また発音アクセントがあって、はい、バットの用法ね、オールバットなんで、イがイのバットなんで、ノーワンバット、 B が正解とか、ハンギングですね、公主形とかね、
で、あとは、まあ、指すものとか、どういう意味なのかとかね。結構ね、やっぱね、国立っぽい問題なんだけど、まあ、特にさっきの題目1なんかもそうですけど、それを記述しない。説明問題なんだけど、記述しないで、選択肢から選ぶっていうね、そういう感じの問題。だから一時期、和訳を選んだりとかっていうのもあったと思うんで、この年の問題は説明問題だけですね、選ぶのは。何なの前置 with いけるでしょ、ふさわしくないものも、これも文脈でいける。本文の内容と一致しないものもいける。これは結構簡単な大問だったと思いますね。知識の面ではちょっと難しいのはあるんですけど、解けなきゃいけないなっていう印象。続いて大問さんの、これね、マタニティリーブの話ですよ。まあ、結構いいポジションについてたりとかする女性たちが、ね、この産休することによって、産休でーす。なんですが、産休によっていろいろと問題が起こっちゃうっていうね、そういう話でした。プレイオフですね。プレイオフは、まあ、知っててもいいけど、まあ、文脈で do it だっていうのはわかる。プットオフがポストポンっていうのはこれは簡単ですね。英検産休レベルです。産休でーす。はい。で、次がポイントがステージ。これも簡単ですね。close a deal。はい。finalize a deal。これもできなきゃいけないし。out of the picture, not involved。ね。関わってないっていうのは、これは文脈でいけるので大丈夫。で、前置詞問題。on a conference call。コンファレンスコールに出てるとかっていうのは、今だったら簡単じゃない ?at the peak of their careers。ね。はい。これもできなきゃダメです。ピークは at と相性がいいですね。だって、ピークってほら、for you。やつの一番上でしょ、頂点っていうのは点ですから、だから点はアットと相性がいいっていうので簡単。次の worth it とかっていうのもまあよく出ますねこれね。で、内容一致問題はまあこれちゃんと読めてないとダメですね。それぞれ のまあ該当する人のところを読めてなきゃいけなくて、でタイトルはマタニティリーブだから、だからまあややこしくはできてますよ。ああいいとこつくなっていう感じにはなってます。続いて会話、まあ、すごい簡単なんだけど、その一問だけはってなったやつですね。同じ部屋に泊まる、そうですね、二人の人が泊まる時に高すぎるからパリシェアしなきゃダメかもね。で、ああそうね、このね、最も強く読むのはどこだ。 There's one thing that I have to warn you about though、 warned、 もうこれ自動的に感覚でわかるんですけど、ここ強める意味で言う読むってわかるんですけど、まあわかんない人は昨日語だから you とか about とかどうとか、だから warn が正解だとかっていう風に出せないといけないかな。面白いね。People have told me that I snore pretty loudly という形でね。めっちゃいびきがうるさいとか出てきたりとか、ガッチャとかって問われてますね。まあ、私よく使う表現ですけど、このガッチャっていうね。I got you 分かったっていうんですね。了解が出たりとか、By the way 入れるのは簡単だし。So you can evidently do that with their new global pass っていうと、この you 一般的な人を表してるんで、だから people でも one でもどっちでもいいやんと思ってさ。まあイギリス英語っぽく書かれてたんで、いろんなところが one を望んでるんでしょうけど、people で何の問題もないじゃんっていうね。Grit your teeth 我慢するってね。で、これの内容一も面白かったな。ね、インターネットフォービアって書いてあるから、そうそう、インターネットの嫌い、インターネット恐怖症で、ネット恐怖症の話とか出てきてるっていうのは、まあ、時代ですよね。今はさすがにネット予約できないとかっていう話はあんまり出てこないと思うんだよね。ネットが嫌なんです。ね、結構面白い内容でしたね。で、最後がパナマ運河の話。いや、面白かった。If you have matched a modern wonder whose construction began in 1903, the same year that New York inaugurated its subway, it was no less than human race defined plate tectonics by tearing apart two continents that had floated together 3 million years earlier. とか、かっこいい表現。これだから分かってればさ、常識でこのパナマ運河にね及ぶものなんかないんだよ、これぐらいすごかったんだよっていうので、これに負けず劣らずすごかったんだとかっていうので、ノーダスなんとかさいけるんですよ。だからパナマ運河のことを知ってればいける、相当穴埋めバンバンいけるし、 Do the same とか Dig a canal とかっていうのは選べんですもん、簡単に。なぜなら世界史やって知ってるから。ね、なんかまあすごいかっこいい書き方だし、これすごいんだよ、パナマ運河っていうのがすごいんだよって知ってればもうバンバン解けていく。なんかトフルっぽいでリーディングなんですよ、これ。すごい楽しかった、読んでて。もうだからアンダーエスティメイテッドとかも選べるし。ああ、これ並べがくっそ難しいと思います。はい。これはまあ無理じゃない。捨て物だと思いますよ、これは。ね、travel down the lengths of South America, end up again とかっていうのは、うん、まあこれは捨て物かな。で、次の E とかもかなり難しいね。仮定法の。まあ、文脈でちゃんと解かなきゃいけないんだけど、やっぱ語法もわかんないといけないんでね。むずいと思う。would have saved とかね、選べないといけないんだよね。では、次の term ですね。はい。もう多義語の term はちゃんと攻略しておかないといけませんね。この場合は条件っていうのを分かって C をすぐに選ぶと。で、次はニカラグアでなくパナマ運河が建設地に選ばれた理由はちゃんと書いてあったんで、まあ選べるかな。choose A over B って書いてありましたね。はい、という感じでした。まあ、基本、まあ、早稲田の中では優しめです。優しいし、まあ、この当時は結構、
構日本語も多かったんで早く読めるっていうのはできるとは思うんですが、今と比べてどちらにもやっぱり難しい問題はきちんとちょこちょこ入ってるって感じです。今回の問題も全問正解は難しいです。かなり高得点は取れるかなって思う。高得点の戦いって感じかな。いや、世界史やってたのがもしかしたらラッキーだったのかもしれません。どうなんですか PM さん、ちょっと今度会った時に本人に聞いてみましょうか。覚えてないと思うけど、ちょっとねその辺のことも問い詰めてみたいと思いますね。なんとかね早稲田にこうカサッとね引っかかったって言ってましたからね。四分の、まあ、2014年京大と2009年の教育やってみましたけど、まあ圧倒的にやっぱ2014年の京大の方が難しい。うん、それはまあしょうがない。早稲田教育の問題では京大には勝てん。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.